2月25日のケリ姫スイーツ。今日はチャレンジタワーの更新とかがないので特にやることがないです。とりあえず残っている、名前忘れた、なんていうステージだったかな、これ荒れ狂う森の番人のテクニカルを進めていこう。まだ4つ残ってる。まあ、ここは適当でいいだろうな、どうせ。まあ、簡単に倒せるように間違えた。先制術師を選んだつもりが、まあ大丈夫でしょう。ここは大した難易度ではないはず。大冒険の始まりよ。俺、正確に言えばこのレベルぐらいあればゴリ押せる。ただここは稼ぎが良いので、そい、金策にはもってこいかもしれん。すでに1400万。強戦士、いや強戦士だとあれだから剣豪使ってみるか。剣豪より先制術師の方がマシかな。一応大きくして、ほい、よし、特に爆効果とか関係なくスパッとやれた。一つ取りこぼしちゃったけど、まあここはドイツ使おうと楽に勝てそうだな。とりあえずまだあと1個ゲットできてないんで、それをゲットして達成報酬も達成してと。ランク8、先制術師で、もうこればっかでいくぞ。大冒険の始まりよ。よし、2つ目のところが一番右奥のやつ、取りこぼさないようにしっかりと蹴っておこう。毒沼に入るけども気にしない、どうせこのターンでやれる。ブクブクゴクゴク、美味しいです、毒沼美味しいです。ふと魔法陣ぐるぐるの勇者ランチを思い出した。勇者、そこは毒の沼よ。隣の薬草を食べて回復しなさい。ぐるぐるの新規アニメがまた最初かららしいね。まあアニメの方の最、ね、途中からやろうなんて続きっていうか、アニメの方どうなったんだっけかな。アニメ確か2回やったんだよね、普通のと、なんだっけ、ドキドキ伝説みたいなやつと。で今回はちゃんと原作の最初からやってと。どんくらいだろうな、何期やるかにもよるけども、どこまでやるのか、そしてなぜこのタイミングでぐるぐるなのかっていう。まあここのところね、去年一昨年となぜ今この作品が新たにアニメ化するんだっていうのはたくさんあったけど、まあ好きな作品なんで別にいいですけど。何年前かな、結構前なんだけどね、魔法陣ぐるぐる展行ったよ。日にちと時間によっては作者のサイン会があったそうで、あそこでやってた、中野のブロードウェイ。今度はしっかりと王冠取るぞ。取れてないぞ。じゃあここら辺から発動すれば、よし、うん、剣豪とか直気系使わずにもう先制術師投げてれば OK だ。ここはもうただ稼ぐだけだ。分かったぞ、経験値がパンパンになっちゃってる、使っておかないともったいないな。ほい、強化のところからドレスで何あげようかな。とりあえず突っ込んでおいてと、少し消費をしておけばいい。
じゃあこの5をやって10だね、正確には。終わらせてプレチケゲットしてガチャして、なんかどうでもいいドレスの作成本が当たって今日は終わりって感じだな。結局な、なんだろう、おまけ効果がつく系のドレスは作成になるからね。大成功かつプラス効果がいいのが引けないとってところがあるから、なかなか狙ったのを出すのは難しい。うん、予想通り楽ちんでした。そして2700万、うまーい。おっと、ちょっともったいないことしてしまった。もう少し減らしておかないとだったな。まあまあ経験値があるってことだね。で、これでゲットして、達成報酬は、あ、まだか。コアを6つ、なるほどね。で、プレチケが1枚手に入ったんで、あ、やるもん特にないっすね。うん、マギとかやらなくてもいいし、これも別に欲しいのないし、プリンセスオーダーやりません。じゃあやらずに。おっとさっき言ったのと予言がずれてしまった。どうでもいいドレスを引いておしまいって言おうとしたのに、なんてこった。じゃあ明日はね、明日はより何もないかなだってさ、まあコラボステージとかね、チャレンジタワーやってりゃいいんだけども、その他のステージがね増えたように見えて使い回しばっかりなんで何の魅力もないと。さあ、てな感じで今日はこれぐらいにしておきます。また明日。